音楽の魔法、デジタル、アーティストのプレイリストの多様性と奥深さ。こんにちは。今回は、ナンバー、アイ、メンバーが提供するアーティストのプレイリストに焦点を当て、彼らの音楽の旅にどれだけ深く共感できるかを見てみましょう。Spotify や Apple Music で公開されているプレイリストは、アーティストとファンが音楽の奥深さを共有しているように感じます。デビュー曲、g ートをはじめ、 メンバー自らが選んだ5曲を加えた、アーティストの趣味や音楽的影響を深く反映したプレイリストとなっている。多くのファンから期待され、毎日注目されています。これは単なる曲のプレイリストではなく、普段聴いている音楽アーティストと交流し、彼らの影響について知る貴重な機会でもあります。これにより、ファンはアーティストの音楽に込められたストーリーや意図を理解し、アーティストへの愛着をより深く感じることができる。 なぜなら、それぞれの曲は歌手の個性や感情、そして歌を通して心を表現したいコメディーを表現するからです。プレイリストはデビュー当時の元気な曲からメンバー自らが選んだ曲まで様々なジャンルを網羅。これは、ナンバーアイの音楽が多くの多様な要素を組み合わせていることを示しており、アーティストが様々な音楽スタイルに対して非常にオープンであることを証明しています。最初は盛り上がって、 その後は優しくて深みのある曲になると思います。メンバーそれぞれの選曲によって彼らの個性がはっきりと現れている。例えば平野志耀さんはヒットホップの影響が強く、神宮寺ゆ太さんはリーガルと洋楽のバランスが取れた落ち着いた曲調の曲を好む傾向にあります。岸優太はメロウナ、R&B を重視しており、それが彼のボーカル、スタイルにも影響を与えています。特に注目すべきは、 各メンバーが芸術形式としての音楽に取り組む方法です。例えば、平野仕様の創造しさとキレのあるラップは、長年にわたって様々な音楽を聴いてきた結果、ナンバー、愛の楽曲に独特の色を与えている。また、ボーカル面でも神宮寺雄太のラップテクニックと岸優太のメロディーの美しさが、グループ全体の音楽に深みを与えていることがわかります。 歌詞を伝えるだけでなく、声を楽器として活かしたボーカルアプローチは、ファンやリスナーに強い印象を与えます。アーティストのプレイリストは、単なる曲のコレクションではありません。また、アーティストの音楽とその影響に対する深い愛情を探る貴重な機会でもあります。これにより、音楽を通じて、ファンとアーティストの絆が深まり、より強い共感が生まれます。ナンバー、愛、のアーティスト、プレイリストは、 多様で洞察力に富んだ音楽の旅を提供します。これにより、ファンは音楽やアートへの情熱を共有し、ナンバー、愛のファン層は拡大し続けます。どの曲を歌っても、そのオーラを見るだけで満足してしまいます。